海の上に白い入道雲が浮いていた。ねえ船頭のおじさん、私ホームシックにならなかったんだよすごいでしょ。僕、見かけない顔だね。どこんちの子かな。小学生が一人で観光に来るわけはないし。僕、お母さんが臨月だから8月の間だけおじちゃん家に預けられることになったんだ。一人でここまで来たの？ううん、潮立てまではお父さんの車で来たんだ。でもお父さん、今日中に東京まで帰らなきゃいけないから、さっき潮立ての港でさよならしてきたんだ。一人で船に乗るのはちょっと心細いかもね。うん。ねえ、お姉ちゃんも一人でここまで来たの？え？あたし、今年の春から東京の高校に通ってんだ。あっちで下宿してるの。だから、もう一人は慣れっこなの。やすこちゃん、海の町見えてきたよ。お姉ちゃんね、あの町で生まれ育ったんだ。おーい、愛しの海の町よ、やすこが帰ってきたぞて降りてくださいね。ボクくん、ご苦労様。やっと着いたね。こんにちは、おじちゃん、おばちゃん。俺、うちのたけしとしげる。もう何年も会ってねえから覚えてないだろ。お姉ちゃん、こっちこっち。ねえ、君何年生なの？僕は3年生だけど。へへ、俺5年生。なんだ、やっぱり僕が一番下か。というわけで、3人とも1ヶ月間仲良くするのよ。おーい、みんな、撮るよ。はい、チーズ。はい、今日からここが
ボク君の部屋よ。なんだか不思議なところだね。ごめんね、おばちゃんち民宿やってるからいろんなものが置いてあって、でもここの部屋はね、一番いい風が入ってくるところなの。あと食堂でご飯を作ってるとその匂いもね。なんだかお腹が空きそうだね。じゃあもうすぐ晩ご飯にしてあげるから、ちょっとだけうちの周りでも探検してきたら。うん、ありがとうおばちゃん。でもあんまり遅くなったから海で泳いだり山の中へ入っていっちゃダメよ。おばちゃん、ボク君のお母さんに危ないことはさせませんって約束したんだから。よう、ご苦労さん。うちのガキンチョども最初はちょっと遠慮してて、なんだかとっつきにくい感じがするかもしれないけど、まあすぐに化けの皮が剥がれっから仲良くしてやってくれよ。うん。みんなご飯よ。食事はいつもこの海の家で食べるのよ。いいだろ、冬はちょっくら寒すぎるけどよ。台風来た時なんかすごいんだよね、えお兄ちゃん。まあな。よっしゃ、じゃあいただきます。いただきます。来ます。なあ、ボクちゃん、おじちゃんが1日100円で宿題やってやろうか。もう、また変なこと。父ちゃんすごいんだよ、お兄ちゃんの算数のドリル全部間違ってんだから。朝飯前や。くそ、親父が。まあまあ、ところでボク君、夏休みの自由研究は何にするの？うちの前の道路の交通量の調査。は？何それ？毎朝30分何台通るか数えるんだ。お前インテリだな。ここじゃその研究無理だよ。なんで？田舎だから。走ってないよ車なんて。まあこの辺で簡単にやれるのって言ったら昆虫採集くらいかな。そうなんだ。
交通量なんて嘘書いたってバレねえだろ。まあ父ちゃんたら。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。ボク君、疲れてたら今日は早めにお休みなさいしましょう。あんまり夜遅くまで起きてると朝のラジオ体操寝坊しちゃうぞ。うん、そうだね。あれ？なんだろう？机の上に置かれていたのはプラモデルの箱だった。そして箱の中にはなぜか昆虫採集セットが入っていた。Thank you.